行ってみてえな。目玉企画ですね。はい。現代表の。次来たら行ってみよう。さあ始まります。はい。いわゆるジョンディン対アルスラン・アッシュ。キャラクターはカズミでしたね。カズミでしたね。はい。ギースではない。はい。まあギース相手に、あ、エリー相手にギースはやれると言われておりますけれども。はい。でもまあ昨日ちょっとチクリンを倒してますからね、ジョンディンは。違うんですよ、あのギースが、はい、座りに今まで膝が入ってたのかな、コンボが、はいはいはい、なんですけど、あのフレームが重くなったことによって、うん、あ、そうか、座りに膝を当てたところでコンボがいけなくなっちゃったんですよ。なるほど、はい、その部分は多分、まあ、大きく出る、若干というか、まあ、だいぶ大きくなるはずなので、うん、確かに昨日チクリンは膝は入れてはいましたけれども、はい、みたいなことがすごいでした、ね、はい、いっぱいありましたよね。さあ出し切っていく強気ですね。からのスライディング、今うまかったけどな。あー素直逃げだ。まずは先制ジョンディン、うん、アルスラン・アッシュはどうする。投げ抜けまして、ジャブ、うわ、おジャブを一回しゃがんだことによるフレーム消費を利用したコトベラだ。カウンター取りにきますね。下段一発から空中、ジョンディン流れがいいぞ。ワンツー、あ、届くか。届かないと思いましたね。長い、本当に。でもアッシュも届くか分かんなかったんでしょうね。そうですね、出し切らなかった。一発の命令でしたね。からの LPLP。うーん。淡々としてますね。あまりそのアルサナアッシュのプレイヤー性能の高さを生かさせない試合展開にしてますかね。はい、スーパー前出しからスーパーヤマステ。だが冷静です。下段。先ほどブック戦でもそうだったんですけど、はい、最初2ラウンド圧倒して、しかしその後は一生アルスラン・アッシュのペースみたいな。そうなんですよね、修正力というか、タイミング合わせてるのか、うん、があったので、あ、これはね、減るんですよ。ありますね。13、うわっ、壁られならない、届いている、届いている、壁が難しいぞ。いや、だから逆転したぞ。タイミングある、うわー、少し確定、あー、こうしに行く戦闘ですね。前量刑ですけど、なんかの暴圧ですかね。多分あんまり打たないと思うんですけどね。低く、ね、今後ワンツー、おこれですね。ハイキック、これタイミング合わせたんですかね。なんで当たんだろうな、マジで。完全被害者の目線。ジョナさん被害者ですからね。僕は被害者なんで。実際何なんだったんですか。やめましょう、その話は。今日は今試合に集中しましょう。随分ノロマの名前とかで王が多かったですね。そうですね、めっちゃ多かった。その話もっとしましょう。でもその話ゼロの話です。あ、王の話。これ先ほど話していたジョン・ディンがレイジアーツを多用すると、これプロテインなんですかね、これ。そうです。BCA かプロテイン2択です、大体。しっかりと通しましたね。そうですね。いや、ジョン・ディンといえば本当レイジアーツですよ、はい、今まではローハイがすごいレイジアーツを当てる印象があったんですけど、はいはい、最近はローハイはリスクケアで打たなくなってきてますかね。むしろジョン・ディンが当ててる印象がありますね、はい、内容的にはちょっとエディに対戦経験がすごいありそうな感じじゃなかったですね。確かに結構普通にエディとの駆け引きに付き合わされて、うん、そうですね、まあ、そこに読み分けなどがかなりあったかな、はい、ありましたね。どうなんでしょう、この対エディ。なんか勝ち方も対エディに対してうまく対応したとかじゃなくて、あ、アッシュだなみたいな、そうですね、あくまで、はいはいはい、あくまでアッシュだなっていう勝ち方でしたね。何か変化があったわけではない。このパキスタンカズミの穴はエディの可能性があるか。ありますね。しかしまずはアッシュ動いたら確定のよ、うん、カウンター見て乗っかる。だが体力差はかなりある。しかしエディ相手に無限ステージですか。そうなんですよね。先ほどまあ確かに壁に追い詰められる点が多かったので、はい、うん、確かにそうですね。崩されにくくするという点で無限ステージを選んだんでしょうね。この 2LK とかもカビリアだから最後の削りで当たった感じではありましたけど、はい、まあ、アッシュのバックダッシュであれば食わせたかもしれないですもんね。フォトベラダルピかなり危険な今ハイキック。そういえ今のハイキックかなり危険なハイキックでした、ね、やばいですよね今のハイキック。何かを察知して今止まりましたもんね、うん、ジョンディン側。でもなんかあのハイキック透かしてんのに透かしかくて何も入れられないってことは、はい、もうどんだけ打ち方がうまいかってことですよ、はい、ダブルアップ。今のも投げに行くと見せかけて安定コードで行きましたね。
逆にジョン・リン、エディ側がハイキックを持たないので、はい、この重ね暁、重ね暁、左手2連発は行きやすいですよね。はい、いや、そしてセイヤーは横移動できない。はい、エディというキャラクターが、横移動がしにくいキャラクターなので、うん、横歩きが存在しないんですよね。しないですね。中断。うまい。うまい。ああ、これは軸に嫌われる。いやでもうますぎだろ。うまい。膝風白。からの大きい攻め、レイジ一歩手前。いいですね、この残し方は。行きたいですもんね。だが、おっと、繋がましたね。お、ワンツ。このレイジ。うわ。近い近い近い。どっち？もう一回やめる。くしや。下。なんで当たんねんだよ。左やっぱなんで当たんねんだよ。今のエディの判定ですよね。すごい疑惑の陣が。疑惑の陣が。エディは常に。おお来た。ブカオン。この軸はなんかどうなる。半分とあるか。客さん立て。わわふわ。来た。得意技。さあこれでアルスラン氏追い詰められた。ジョンディンが持ち直しました。どう戦えばいいかちょっと分かってきた感じがしますね、ジョンディン側も。アッシュ側が分かったところに対して分かってきた感じですかね。うん、下の打ち合い。そうです。下ですね。細かい細かい。浮かね。うわ。なん？距離開けて。うわ、でかい今のダメージ。けだ。だが、いや、重ね暁2連発。うまいんだよな。うわ。地上りでしたね、空中じゃなかったと思います。からのペンペンで確定ダメージ。どうする？ドライブ食らったら終わるが。いくのか？ゲダー！ゲダー！ここで撃つぞ！マジで？嘘だろ？嘘！あれガードされたらもう絶対に負けてる。今は2連続で 50%。 しかもなおかつガードされたら負けてる選択肢ですよね。ジョンディン側もガードするかどうかって認識できる2択だったんですよ。いやー、2分1を2択ではなく、もう完全なる2択。2択引いた2分1、2回連続。このなんかそのスキルと技術力を持ってこれをやってくるんですよね。そうなんですよね。しかも最後の最後ですからね。そこはね、やっぱ他今までなかったなと。うん、なんかそのここまで人間性能が高い選手ってどんな状況でもやっぱりリスクをケアするみたいな動きを優先がちなんですけど、はいはい、なんかね、結構技術と心中するタイプが多いんですよ、うん、やっぱ技術がある人は。確かに。でもね、そうじゃないんですよね、アルスランは。格闘ゲーム、全ての格闘ゲームでそうじゃないですか、うん、その人間性能が高い人ってやっぱりその技術と心中しがち負けるとか、はい、最近のやっぱ格闘ゲーム全体的にレベル上がってきて、本当に勝ってる人たちはやっぱ両方本当できる、うん、人がもう勝ってるなってイメージありますね。なるほどそれを持ってるんですよ、アッシュは。それを見せましたね、まさに、ね、北条輪廻を2回連続で通しました。ランクマとかでよくあるムーブだもんな、あれな。そうですよね。もういいや、もう行こうとか言って。もうリベンジ来ないやつですね。そ, ういいそういうのいい。これで勝ってもうリベンジしないやつ。そうですね、はい。楽しみましたのやつですね。あ、相手が超怖いやつ。そうですよ。この野郎。でもこれをここでやるんだから。いいね、しかしそうなんですよね。ここで1対1なのでリベンジマッチがあります。3試合目。今のも細かいようで上手いですよね、横移動ガードが。よくガードしましたね。はい、結構タイミングでガードできますよね、はい、このしゃがみ状態からのリラール通りました。リラールがアッシュ相手に通るっていうこの体力の減りがでかすぎますよね。しかしどうする、置き攻め重視、どっち、セイヤ中段、うまい、ライ切り、うわペースがアッシュに傾いた。今のもさっきからあれですね、切り返しでワンツーっていうのを見ていて、うん、それをしゃがんでしっかりと価格を打っている。もう何か掴んだか、これは。そうですね、はい、ステージを選んだのはジョンディンではありますけれども、はい、無限を選んでないですからね、うん、パパスと土井和地がガードできねえ。うめえ、やっぱハイキックないし、暴れもあんまり今ないので、土井和地通りますね、うん、どっち、状態が多い、屋上、あー偉いぞ、偉い、よくさばいた。しかし相当体力差がある。うわ、最後は完全対応。いい、知ってるやん、超笑顔。いやすごいな。